ちょっとなんかもっと予断を入れたかったんですけど、いつも時間が足りなくなるのであれですね、やるとなんか時間足りちゃってるのはまずいな。まあいいんですけど、それで、というわけでベリウム7に中性子が当たって壊れる確率を知りたかったのが元々なんですけど、もうそれはいらんと。ヘリウム4とヘリウム4をぶつけてベリリウム7と中性子になる、こっち宇宙ではこっち向きの反応が起こってますが、こっち向きの反応を測りましょうというのが、我々の作戦です。そうするとですね、ヘリウムとヘリウムをぶつければいいんです。でヘリウムは別にそこらに転がっている原子核ですから、これは実験するの楽ちんなんですね。というわけで、実験はですね、大阪大学の核物理研究センターというところで行いました。ヘリウムのガスを入れ物に入れて、この標的と書いてあるここに置いといて、そしてヘリウムをですね、光の速さの大体 15% ぐらいの速度にしてぶつけてやるんですね。でぶつけてやると、ぶつけた瞬間にこう2個くっついたこういう状態が一瞬できて、でもこれはすぐ壊れるって言いましてね、ある確率で元のヘリウムに壊れたり、ある確率でベリリウムなど中性子になったりしますから、この時に飛び出す中性子を測ってやれば、お、今ベリリウムができたなっていうことがわかるわけです。で、こういう実験を行いました。これ大阪大学の核物理研究センターというところの施設の図ですね。で、この実験、どうやってやったかなんですけど、実はこれですね、大の大人が本気になってやった実験、もう僕はもちろん本気でしたけども、大の大人が金と時間に糸目をつけずやった実験ではなくてですね、これ、巨大理学部の卒業研究のテーマとしてやりました。で、これがその時の学生諸君と、あとまあ手伝ってくれた大学院生なんですけど、このちょっとラーメン屋っぽいスタイルで立ってるんです。これ私ですね。で、3年間にわたってやりまして、3年間で20人の大学4年生が実験に参加してくれました。で、僕としてはその、ね、宇宙の謎を知りたいから実験をやってるんですけども、でもこれあくまで、学部生の教育ですから、学部生の要するになんていうか、僕がやりたいことに学部生をお手伝いさせるなんていう、そういうことがあってはいけないので、学部生に全ていろんなことを考えてもらうように仕向けました。研究がなぜする必要があるのかとか、どうやって測ったら成果が見込めるのかとかですね、そういったことを、学生に、やってもらいました。で、3年間やったんですけど、1回目、中性子出てくるの測ればいいんじゃねって思って、特に何も考えずにやったんですね。中性子の測り方を学生に教えて、中性子ってのはこうやって測るんだよって的なことを言って、ヘリウム4の標的を準備させてやったんですけど、これ飛び出してきた中性子のエネルギーのグラフなんですけど、なんかゴニョゴニョって見えてるんですけど、これ全く意味のないデータで、もうゴミばっかりでした。もう何やってる間何見てるかよく分からなかったんですね。でこれあかんわってね、2年目はまた考え直しまして、学生さんになぜいけなかったのかとか、どうすればそれを克服できるかっていうのを考えさせて、2年目にやったのがこの結果なんですけど、これとこれ本当は同じものを測ってるつもりなんです。これと同じものがここで測れるつもりで実験をやったんですが、こっちではここにシャキンシャキンとなんかピークが立ってますね。このピークの高さがヘリウムとヘリウムをぶつけて、まさにベリリウムなができたっていう確率を表してるんです。このピークの高さがどのぐらいの高さかっていうのを調べれば、果たして宇宙リチウム問題が解決できるかどうかっていうのが分かるっていう、そういうデータだったんですね。で、2年目には見事にピークが立ちまして、これはやったっていう、そういう成果を上げたわけなんです。で、これがその時の、参加してた学生さんで、ちょっとこれ2年目の学生さんです。1年目より人数増えてますね。というのはこれ、1年目に参加した OB の学生さんで、大学院に進学してた子がいたので、その子にも手伝いに来てもらいました。で、これ2チャンネルでスレッドが立ちましてね、京大理学部に美少女がいる件っていうスレッドが立って、どうもこの2人のことを言ってるみたいなんですが、こうやって並んで、実験をしました。でこれはヘリウムのガスを、詰めている標的なんですけど、この中にヘリウムのガスを入れて、写真の向こう側からヘリウム用のビームが飛んできて、この箱の中で衝突します。で衝突して出てきた中性子を、こういった検出器で測ります。で実験の様子ですね、この辺大学生の学生さんなんですけど、ここにいるちょっとおじちゃんはですね、理化学研究所の久保野先生っていう、ちょっと同じ研究で僕の共同研究の方にも来ていただきました。でこれはその時の学生さんで、ちょっとこうかっこいい感じだったので持ってきました。若干イラッときますよね。でこれ大阪大学でやりました。なんで京大の学生実験なのに、京大でやらへんのと、多分自然な質問だと思うんですが、これはですね、大型の装置が必要ですので、京都大学は残念ながらその装置を持ってないんですね。で、日本の文教政策として、そういうお金がかかる大きな装置は全国に何件か作ってあげますから、他のそこがない大学はそこに行って使いなさいなという、そういう仕組みになってるんです。で京都の近くで大阪大学に大きな装置が措置されてまして、我々はだから京大の人間だけど、大阪大学の施設に申請書を書いて、使わせてもらうわけです。
だけど無尽蔵に使うこと、みんなが使いたいので勝手に使うことはできませんから、学生さんにこういう実験をしたいので、使わせてくれるようにお願いの手紙を書かせます。手紙といっても科学文書なんですけど、手紙を書いて、申請書を書きます。で、何日間使わせてくださいということを申請すると、よっしゃよっしゃ分かった、じゃあなかなか見込みあるから2日間使っていいよと。この時は、ね、2日間使用結果を得ました。で、2日間って言ったら48時間のことです。48時間だから当然休むことはできないですね。ひたすら48時間測り続けるしかありません。これ夜中の2時頃の実験室なんですけども、分かりますかね。ここに死体が1個2個3個4個と転がってるんですね。大人が本気でやる実験だと、まあ1週間ぐらいやったりするんですけど、この時は学生実験なんで2日間なんですけど、僕の体感では2日間っていうのが一番しんどいです。48時間っていうのはだいたい起きてられる限界だと思うんですよね。1週間ぐらいになるともうちょっと諦めて交代で寝るようになるんですけど、まあ、夜中頑張ってこのように、測定をしました。さあ、そして苦労して結果なんですけど、もともとはベリリウム7がヘリウム4に壊れる確率を知りたかったわけですね。で、これまで理論計算と予測ってのがあって、これがこの実践値です。そして我々が今回測った、これ世界で初めて測ったんですけど、世界で初めて測ったのはこの青い丸です。ここにいます。なんか別の計算とよく合ってるんですよね。で、これ今回の結果で、これはどういうことを言ってるかというと、壊れる確率は全然低いですよっていうことが分かっちゃったんですね。そう、つまり壊れる確率は予想よりも小さいんで、いくらこの反応を測っても宇宙リチウム問題は解決できませんよっていうことなんです。これまあ非常に安めなんです。数アンコを統一で待っていたら、リーチかけてたらね、目の前のやつが振り込んじゃったっていう、あ、もうどうしようって思っちゃうところなんですけど、これ物理の場合はもう事実です。関係なかったっていうのは事実ですから、これもう数アンコを捨てて上がるしかないわけですね。数アンコを捨ててあげるわけですが、でもまあ依然として3アンコでございます。これ結構重要な成果なんですね。で、これは僕は4回戦でやらせましたけど、アメリカとかヨーロッパではガチの大人がこれやってるんです。ガチの大人が僕らの予算よりもゼロが2つぐらい大きいお金を使ってこの測定を測ろうとしてたんですね。我々非常にラッキーで、学部生と僕とあと大学院生何人かでやったら世界初の成果が出てしまいまして、これはまあニコニコだったというそういうことなんですけども、もしこれが休めがなくて本当に解決できてたら、もう僕は今頃なんていうんですかね、113番元素のあの先生よりも業界のスターになってたはずなんですが、まあもちろんその最初の、ね、設定が前でそういうことは起こりませんでした。だけど、新聞等に紹介していただきました。ヤフーニュースのトップに立ったんですね。もう東芝の粉芝決算、トランプ大統領、そして兄弟生ですかね。もうこれ、これどうしてかというと、まあ、単に朝日新聞を載せてくれたというだけなんですけども、兄弟でね、プレスリリースをしまして、新聞記者の方に来ていただいて説明をするんですね。で、大発見の時にはですね、もうノーベル賞の時とかもフラッシュにお気をつけくださいというああいう記者会見を想像されると思うんですけど、当然そんなことないね、こういうしょぼい発見では。むしろこちらがお願いして、すみません、これ新聞に載せていただけませんかね。何社か来ていただいたんですけど、載せてくれたのが朝日新聞だけで、で僕はちょっと家にいないことが多いんで家で新聞取ってないんですけど、もうぜひこれ朝日新聞は取らねばと思いました。こう友好関係を結んで今後もね、朝日新聞とは仲良く やっていこうと思うんですが、で、でそうですね、コメント、このヤフーってコメントランキングっていうのがついてましてですね、なんとこの IT 科学部門でこう iPhone8 をしのいで勝利したという、まあ、ちょっとね、まあ、これ単に新聞に載ったっていうだけなんですけども、おかげさまでですね、このテレビにも呼んでいただきまして、実にこう、で、このご縁で、この場で皆さんにこう楽しいお話をさせていただく機会を得たということでございます。ああ、しまった。10分も早いですね。もっといろいろ急いでお話してしまいました。まあ、一応まとめたいんですけども、まあ、とても小さくてとても重い原子核の世界には、まあ、莫大なエネルギーが蓄えられていますという話は最初に言いました。で、広大な宇宙とミクロな原子核の間には、まあ、密接な関係がありまして、で我々グループ、まあ、いろんな原子核に関するいろんな研究をやってるんですけど、まあ、その中でも原子核、皆さんに馴染んでいただけるかなと思って元素合成の話を持ってきました。で、宇宙が生まれた直後のビッグバン元素合成になする研究成果というのを、まあ、紹介はさせていただいたんですけど、まあ、散々僕自分の研究ですから散々煽っていきますけど、まあ、まあ世の中的にはそこそこの何ていうんですか、普通の結果でして、まあ、解決には至りませんでしたが、でもこれのおかげでいろんな研究がこの先も盛り上がっていくんだと思います。で、あと10分ありますよね。もう使ってもいいんですか、もうやめた方がいいですか扱っていいですか。じゃあ、すみません、せっかくなのでちょっとですね、すみません、急ぎすぎましたね。もうちょっと、じゃあ他の元素合成はどうやねんっていう話をさせていただきたいんですけど、これですね。